はいどうも、カオスマイスターです。レディーボーデン、生チョコアイス、そして山岡屋の冷やし中華の幻のメニュー。いやー、今日はね、松屋の牛焼肉定食ダブル特盛を食べに来たんですけど、私が本当話したいことがありまして、これ多分ね、山岡屋を崇拝する三つ秋一人飯さんでも絶対に食べたことがないメニューがあるんですよ。それは、山岡屋の冷やし中華ですね。これね、山岡屋さんの冷やし中華ってもうかれこれ 3,4 年ぐらいやってないと思うんですよ。私が最後に食べたのが、ちょうど4年前ぐらいの、茨城にいた時で、今東京に上京してきたんで、山岡屋の冷やし中華食べてえなと思ってもずっとなんか期間限定のわけわからんつけ麺ばっか出るんですよね、夏のメニューが。あのね、山岡屋の冷やし中華って、世界で2番目にうまい冷やし中華なんですよ。世界で一番うまいのは、馬賊。西日暮里にある馬賊の冷やし中華なんですけど、ほんとね、山岡屋の冷やし中華ごまだれ味は、山岡屋の商品開発部の人たちも分かってないっすね。あのうまさを。これがほんとうまくてね、私は毎年山岡屋の冷やし中華が出てた時は月に8回、週2回だから月に8回食べてたんですよね。で、山岡屋の冷やし中華大盛りを常に食べてたんで、月に8500円ぐらい、8800円ぐらいか、山岡屋の冷やし中華をでお金を使ってたんですよ。で、昔ハプキトーマスターことヒロキさんとね、何回食べに行ったかわかんないですね。ほんとうまかったです。紅生姜、ごま、マヨネーズ、ごまだれ、錦糸卵、きゅうり、そして山岡屋のチャーシュー、が乗っててですね、メンマかと。それと、山岡屋のどの、麺でもない、普通のスタンダードな太麺でもなければ、期間限定とかプレシオとかの麺とも違う冷やし中華専用の麺があったんですよ。めちゃめちゃ細いのに、高水麺でめっちゃコシがあって、麺固めにすると本当に輪ゴムより硬い感じになるんですよね。ただそれがめちゃくちゃうまくて、ごまだれもね、ほんとね、本格的なごまだれなんですよ。なんだろう、ほんとごまを一からこうすりおろして焙煎して、で、ごまの香ばしい香り でそこに俺はラー油なんか入れたりしてね、それがきゅうり、チャーシュー、錦糸卵、などにこう絡んだら、メンマとかにも絡んでめちゃくちゃうまいんですよ。ただもう 3,4 年ぐらい出てないので、食べたくても食べれない幻のメニューですね。これ多分山岡屋のなんだ、食べる動画の YouTuber タニアンさん、偶然チャンネルはもうやめちゃったし、なんだ、あいつあったかいラーメンしか興味ねえからつけ麺とか一切食べないんですよ。だからあいつはもう多分どうでもいいや。ただ三つ秋一人飯さんも食べたことない究極のメニュー、幻のメニューじゃないかなと思います。私は本当に人生で山岡屋の冷やし中華はね、よくアルバイト時代にも食べてたんで、まあかれこれ50杯以上は食べたんじゃないですかね。ただ本当、山岡屋さんで一番好きなメニューは私、醤油つけ麺なんですよ。醤油つけ麺と互角ですね。夏は冷やし中華食べます。夏しか食べれないんで、山岡屋でどれか一つのメニューしか食べれないって言ったら、俺ははっきり言って醤油つけ麺かこの冷やし中華です。もう特製味噌とか塩ラーメンとかも美味しいんですけど、冷やし中華と比べたらもう冷やし中華しか私は食べないですね。ただ三つ秋一人飯さんって寒い国の地方の人だから、冷やし中華にあまり馴染みがないんでしょうね。北海道の人で冷やし中華
そんな食べるっていう文化がもともとないのか分かんないですけど、ただもうぜひ復活したら食べてほしいですね。度肝も抜きますよマジ。もう醤油だれの方とごまだれの方2種類必ず出るんですよ、山岡屋の冷やし中華が出た時は。で私はもう醤油だれよりもうごまだれ一択ですね。ハプキトーマスターことひろきさんは醤油だれの方をよく食べてたんですけど、まあ醤油だれも醤油だれでマヨネーズと絡んだ時にめちゃくちゃ味が跳ねるんで美味しいんですけど、ね独特のごまだれの味が本当俺は忘れられないですね。馬族の冷やし中華に近い感じですね。うん、山岡屋の冷やし中華のごまだれにラー油をちょっと入れて食べたらもう完璧馬族にも負けないぐらい、この世で2番目に美味しい冷やし中華です。はい、今回はね松屋の牛焼肉定食ダブル特盛りを食べながら、なぜか、山岡屋の裏メニュー幻のメニュー冷やし中華のことについて語りました。全くもって意味わかんないですけど、ただ急に思い出して食いたくなったんでね。昔その美味しいものをいろいろ写真撮ってた時期があって、で写真があったんでサムネ使いたいと思います。はい、以上カオスマイスターでした。シェリー少女くたばれ。
コラアイス、シルキーショコラソルベというアイスを入手したので食べていきたいと思います。で、食べ比べ、安いアイスを食べ比べしようかと思ったんですけど、これにショコラソルベとかいうわけわかんねえタイプのアイスだったんで、比べられる安いアイスがなかったんで、こちら期間限定のモーのRグレイ、これも一緒に食べていきたいと思います。それではどうぞ。